時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。次章、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長、火影になることを夢見る少年、渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。再び放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように、あまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界もはや意味はない。始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。ハピオン、絶対に性能を引き出してやる。俺はあのデカいのをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。やはり強いな。カカシ、どうした。ずっと引っかかっている。引っかかっているんだけど、まだ火星の位置は出ないな。ヤツの術と俺の構えは同じになる。なんだろう。もし仮定の通り二つが同じ術なら、それを作り出すのも同じだとすれば、術に生じる時空間も同じということに。その気をすれば、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る、そんで好きなだけ夢を見る。あとは頼んだぞ。手を借りて眠るなんて真っ平ごめんなんだよ。もし俺の考えが正しければ、奴の正体はカカシ。
前が今何を考えているのかは想像がつく。そいつは置いとけ。今干渉に来たる気がない。カカシ、お前にいかなる考えがあろうと恐るるに頼む。まだまだ、このまま一気に畳みかけてやる。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けていく時代。傷つけ、傷つき、奪い、奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。
まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから別れてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。ハッフン。よし、一体一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえガキ相手ってのは気が引けるかな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。くそ、思った以上にやりやがる。来る前に全部片付けるよ。了解。本当数だけは多いね。カカシが疲れてきているな。無理のないこの数を相手にしているのだから。岩の忍びをなめるな。はあ。よし、行くぞ。はだ遅い。もっと。よし。準備完了だ。逃がさないよ。これでも食らえ。よし、行くぞ。よし、行くぞ。殲滅完了。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。
臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ、忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか、まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。さあ、港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン、こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんだな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた、ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それはリンの任務でもあった。もういい、お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。実
つを解きたきゃ俺たちを倒さない。だがそんなことお前にはできはしない。これが必ず。お前一人で来るとは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないよ。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だな。まだ腕が震え上がる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この目が貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘る。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがった。念のためだ。俺もやる。ここからは俺がメインだ。バックアップ頼むよ、オプト。行くぞ。オプト、リンは無事なのか。だから、まず私を倒さないといけなくちゃうか。状況は単純だろう。しかしコナンは随分と人手不足みてえだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送るなんて正気がねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。還元システムがあんたの里とは運命の差ってことだな。不思議中華好き。おい、ガキが相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。外れだ。ここは俺が。ガキ、大丈夫だ、この程度。
死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿り。やばい、みんな出口に走れ。Thank you.
丈夫か、リン、カカシ。オビタ！クソ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が常人だ。そういや忘れてたぜ、里の奴らがなんて言おうとお前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン熱の転生。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。
間に合わなくてすまなかった。カカシ、話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉学園に二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。